静岡市の小学生の皆さん、こんにちは。清水エスパルスの高木純平です。今日はスクールチョイス CM グランプリの応募に必要な絵コンテの書き方を、コツをみんなに伝授したいと思います。スクールチョイス CM グランプリ応募用紙か、このような白い紙に4コマ書いたものを手元に用意してみながら考えてくれたら分かりやすいと思うので準備してみてください。準備いいかな？それでは行きましょう。まずはクールチョイスってなんだろうって思っている子もいると思うので、クールチョイスの説明とクールチョイス CM グランプリ企画の説明からしていきます。クールチョイスというのは、地球温暖化から未来を守るためのエコな行動のことです。簡単なことで言えば、使っていない部屋の電気は消すだとか、冷蔵庫の扉は電力を多く消費してしまうから開けっぱなしにしないとかね。そしてこのクールチョイス CM グランプリは、 CM を見た人がエコな行動をしたくなるようなクールな CM をみんなに考えてほしいという企画です。地球温暖化防止につながるエコな行動を自分自身で考えてみてください。そしてなんと、グランプリに選ばれた作品は、考えてくれた内容をエスパルスの選手たちが実際に登場して映像化しちゃいます。選手のみんなにこんな風に登場してもらいたいなっていうのでもいいですね。お家の中で簡単にできることでもいいですし、こんな行動や選択が地球温暖化防止につながるんじゃないかなっていうことを、まずは一人でもいいし、お家の方と一緒でもいいので考えて、紙に文字で行動を書いてみよう。じゃあ僕も書いてみますね。こんな風に考えてみました。近い場所に行く用事の時は車を使わず自転車を利用する。みんなは考えたかな？そしたらまずポーズを考えよう。応募用紙にあるコマはいくつあるかな？4コマあるよね。その4つを一つ一つ分けて考えてみよう。考え方は起承転結の考え方で、一コマずつ考えると分かりやすくて書きやすいよ。僕がさっき考えたエコな行動を使って、一つ一つ順番に説明していくね。まずは一コマ目の起だね。起は物語の始まりという意味。僕がさっき書いたエコな行動でいう木は、近い場所に行く用事の時だね。じゃあ今回は近い場所に行くことの例として、買い物をしに近くのスーパーに行く時と設定しよう。木はこれで決まり。絵を描き始める前に一コマずつ文字で横に書いておこう。4コマ描き終えたら絵を描き出すと描きやすいよ。次に2コマ目の章に移るよ。章の意味は始まりの続きという意味。僕が書いた例で言う章は何になるかな。始まりの木はさっき買い物をしに近くのスーパーへ行くだったよね。その続きは車を使わず自転車を利用するだね。でもここで注意点があります。車を使わず自転車を利用する、すべてを2コマ目で使ってしまうと、後で1コマ足りなくなってしまうんだ。なので章のコマは車で行こうと思ったで区切ってしまおう。そうすると次の点にきれいにつながることができるよ。じゃあこれも同じように章のコマの横に文字で書いておこう。次は3コマ目の点に行くよ。点は逆転が起こるという意味。僕が書いた例の買い物をしに近くのスーパーに行くときは車を使わず自転車を利用するの逆転はどの部分かな。そうだね、車で行かず自転車で行くだね。さっき章の時に区切って分けたもう半分の部分だね。では点のコマの横に書こう。さあ最後の結に来たよ。結の意味は文字通り結果という意味。ではこの例文でいう結果はどうなるかな。買い物をしに近くのスーパーへ行くとき、車で行こうと思ったけど
車ではなく自転車で行った。これによって起きたエコな行動の結果って何だろう。ガソリン車は走ると排気ガスがたくさん出ます。そうすると二酸化炭素という気体が大量に出てしまう。二酸化炭素は光を逃がさない性質があるから、そのため熱が逃げにくくなり温室効果となる。つまり地球温暖化につながってしまうということなんだよね。自動車ではなく自転車を利用することは排気ガスを出さず地球温暖化防止につながるエコな行動、エコな選択ってことだね。じゃあ4コマ目に横に書こう。さあこれで4コマ全ての横にそれぞれのコマの文章を書き終わったね。次はそれぞれの文章をもとにその文章を絵で表してみよう。絵は決して上手に描かないといけないわけじゃないよ。上手下手ではなくて一生懸命に考えて描くことを大切にしてください。では僕も描いてみます。僕の例で出した買い物をしに近くにスーパーに行くときは車を使わず自転車を利用するを絵コンテで表現するとこうなりました。みんなはできたかな？じゃあこの絵コンテを実際に映像化してみよう。お腹空いたな。いい作品になったね。みんなもこんな風に絵コンテを作成するときは順序立てて考えて書くようにすると書きやすくなるよ。どんな作品が出来上がるのか、みんなの作品を楽しみにしています。みんなからのたくさんの応募をお待ちしています。以上、クールチョイス CM グランプリ応募に必要な絵コンテの書き方のコツでした。